はブルミのハオです。リオです。はい、今日はピンクのコーデを揃っています。はい、今日は念願のトワイスのコンサートに行ってきます。はい、イエーイ。日本もそうだけど、ベトナムもそうだけど、初ライブってことで、ハウ、うん、俺は結構ね、EXILE とか3代目結構毎年行ってて、K-POP のライブは初めて、ね、K-POP のライブ初めてだね、うん、めっちゃ楽しみしてます。はい、感謝だね。はい、友達が撮ってくれたので、まあ、今日は3人で行っていきたいと思います。でね、2日間やるんですけど、うん、今日日曜日最終日なんですけど、もう昨日からグッズを買いに行ったりしてましたね。昨日朝一でね、ちょっと今日その買えるか分かんなかったから、まあ、昨日時間があったので、僕一人でグッズ朝一で、一応タオルと、うちわとあとバンド、そう、ライト。はい、皆さんは何欲しいですか？一応当ててみてください。当ててみてください。4枚あるんですけど、一応は2枚。はい、じゃあ、せーの、上に見せる。せーの。サンナちゃんです。サンナちゃんです。ただ。あ、本の携帯ケース。サンナちゃんになってるの。かわいい。Q&A でも多分言ったと思うんですけどね。サウは、サンナちゃん推しって言って。僕も TWICE は、サナちゃん推しです。はい、その他もね、タオルもね、ピンクなんです。でここに名古屋って、お、本当だ、限定名古屋。そう、なんか福岡もあるんですけど、福岡もまたちょっと違うデザインで、あ、しかもさ、ライブの日付も書いてあるよ。2023年12月16日と18日。そうすごい。こうやってね、僕らは17日に行くよと。はい、わー、なんかでもライブ自体もなんかコロナになってから行ってなかったから、うん、実質こう3年ぶりとか、うん、めっちゃ楽しみ。瀬戸りやったっけ、どんな感じになるかわかんないんですけど、なんか結構昨日行ってた方の感想ですと、うん、なんか結構夏の瀬戸りと変わったりしてたので、そう、今日も楽しみ、ね。はい、なんか好きな曲はある？絶対聴きたいのは BDG ブルドーザー。そうでもあと、あれじゃん、ライキーとファンシーあとはとハートシェイクだっけ。あ、ハートシェイク。僕はあれです、 I can't stop me と can't stop me feel special スペシャル。あと TT 聞きたいけどね、やっぱ今日ちょっとしっかりめのコーデとメイクをしてきました。ちょっと ね、韓国っぽくハート、あ、違う、ハートはですね、ハーフはハーフ、うんうん、かわいいね、してみました。はい、今日はストレスとストレートはいはい、どっちが正しいか。リプレイしてください。かわいいね、してみました、はい。今日はストレスと。ストレートにしましたよ。言ってましたよ。ストレートね。はい、こうやって毎日喧嘩しています。喧嘩じゃないけど。言い合いね。やっぱりはね、ライブ中とかそのドーム中は撮影できないんですけど、うん、ライブの後の、感想、レポートっていうことで。やっていきたいと思います。もうちょっとネタバレ注意にはなってしまうんですけど、はい、それではレッツゴー。はい、着きました。名古屋ドームですね。名古屋ドームだね。緊張してますけど、人がすごくて、一応ね、まあ、まだ何時だ、3時前だから3時半ぐらいゲートに入るかなと思います。一応ね、だって友達がカメラ回してくれてます。ライブ楽しみます、一緒に。ありがとうございます、チケット取ってくれて。いやいや、
運がいいですね、本当今年は、ね、席も良かった ね, ね。いやなんか久しぶりだよね。久しぶり、私ライブ行ったことないから、ごめんなさい。じゃあハウちゃんは初ライブやもんね。初ライブ、おー、これ3代目以来かな。前ゆうとと一緒、4年前ぐらい。そうだね、せやんな、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。しかも K-POP は初だから。あ、さっきファミマ行ったら TWICE のチキン、チキン食べました。チキンの CM TWICE のやつ流れててテンション上がりました ね。いやいいわ、あの2人とも佐野推しなんです。佐野ちゃんかわいいよね。ちょっといい、人間じゃないよね。褒め言葉それ褒め言葉です。でもあとあれだよ、あのインスタでサナちゃんが台湾ラーメンの店、ああ見た見た見た、そう境にある店のストーリー上がってて、その後にまたなんかすごいファンがすごい並んでた。そりゃ行っちゃうよね。いやでも名古屋民としてなんか台湾ラーメン食べてくれるのはめっちゃ嬉しい。確かに、うん、また店行きましょうじゃん。ね、行きたいです。じゃあそろそろ入場ですか。そうですね、ちょっと早めに入ってきますか。そう、寒いし ね。じゃあ行きましょうか。行ってきます。楽しんできます。行ってきます。はい、帰ってきました。疲れました。疲れたじゃあライブ楽しめたし、うん、その場で全然疲れてないんだけど、うん、なんか帰りすごい混んどったから。確かに人混みで疲れた。そう、人混みで疲れた。どうでした初のライブは。最高でした最高でしたマジでめっちゃあのめっちゃ叫んでた。あ、ね、私キャーとか言ってサナちゃんってさあこっち見てみたいな。そう、なんかめっちゃ混んだ手を僕はね、2曲目、あの一番好きな I Can't Stop Me がね、I Can't Stop Me が2曲目、うん、出てきて、もうテンションバカ上がりだった、ね、あーってこんな歌っちゃうし、なんか名古屋ドームもなんか4年ぶり、4年ぶり、うん、だったみたいで、うん、嬉しいよね。そう、で帰りもさ、雪降ってたし、うん、なんか思い出ください、ね、いや、なんかすごい思い出になったなって。うん、いい意味でね、雪降ってもね、うん、なんかその名古屋飯の話とかも結構してて、うん、そうそうそう、店だったりとか、ひつまぶし、ひつまぶしな。で、帰ったらストーリーも上がっとったよね。そうそうそう、なんていうんだろう、日本語でこうトークして、うん、頑張ってこう話してくれるがすごいやっぱり嬉しかったよ。うん、ついちゃんの、うん、いかがでしたかみたいななんか文字抜けてるよ、かわいいな、うん、でもその多分隣からこう、うん、あの多分サナちゃんとかモモちゃんが、うん、いかがでしたかってなんかこう、うん、フォローするところも可愛かった。すごい盛り上げ方も上手だった気がする、うん、もうだから昨日一昨日はもうあれだもんね、 TWICE の曲しか聴いてなかったもんね。そう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 、今日のために、今日のために。いやでもマジでダヒョンめっちゃ可愛い。でもジヒョンもあるでしょ、うん、今日も好きになっちゃいました、うん、声が小さい言ってたね。でもあんなすごいよね、よく声出るよね、うん、パワフルボイスっていうか。そうそうそう、まあ、多分次はね、あの福岡、うん、福岡ドーム、ペイペイドームで多分あるので、まあ、そちら行く方はぜひ楽しんでみてください。ハウは何の曲が良かった。ハレハレか、ハレハレ、セレブレイトからのハレハレ、うん、そう、僕も結構日本の曲、うんうんうん、あの2つ結構日本の曲だからさ、うん、なんか連続で歌ってくれるのめっちゃ嬉しかったし、マジで楽しめました。みんなもう一気に立ち上がってて、でもなんかちょくちょくその休憩とかもあったから、うんうん、ダンスパフォーマンスのさ、一般人の人がこうカメラ向けられたタイミングで踊るっていうのなんか面白かったしね、みんなうまい、うまいよね、びっくりした、ね、俺も盛り上がったよね、それもそれで、はい、はい、今日もちょっとここまでね、うん、明日私仕事です。そうですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でバイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさい、ね。